ちょっとカウサナイズを待ちたいと思います。はい、はい、どうぞ。はい、では始めたいと思います。皆さんこんにちは、よろしくお願いします。このセッションはお願いします。お願いします。はい、このセッションはミックストリアリティ開発技術と、現場活用の最新動向というタイトルで5人で発表いたします。よろしくお願いいたします。はい、ではこういう順番で話していきたいと思います。はい、注意事項1個だけ、マイクロソフト社が公式に公開しない情報はプレゼントしていませんというところでよろしくお願いいたします。はい、ではちょっと1人30秒ぐらいでちょっと自己紹介をお願いしたいと思います。で、本日司会を担当します MVP の岩健と申します。ホロレンズ大好きです。今日はよろしくお願いします。お願いします。よろしくお願いします。はい、では続いて宮浦さん、お願いします。はい、宮浦です。私もホロレンズ好きが高じてマイクロソフト MVP になりました。よろしくお願いします。よろしくお願いします。ホリオです。マイクロソフト MVP for Windows Development として、関西の神戸でですね、神戸のホロレンズミートアップを主催したりしています。よろしくお願いします。よろしくお願いします。お願いします。はい、どうも、森慎吾です。私も MVP というところでやらせてもらってまして、ホロレンズミートアップなんかをですね、運営したりしてます。今日も最後の方でまた宣伝させていただきますので、よろしくお願いします。よろしくお願いします。最後ですね、中村と申します。マイクロソフト MVP for Windows Development と、あとマイクロソフトリージョンディレクターで、普段ですね、ホロラボという会社をやっておりまして、ホロレンズ中心としたアプリケーションですとかシステムの開発をしてます。よろしくお願いします。よろしくします。よろしくお願いします。はい、ではこの5名で本日は進めていきたいと思いますので、コメントなどもどんどん盛り上げていっていただけると嬉しいです。ではどんどんいきますか。ではよろしくお願いします。お願いします。はい、で今日は3、4個ぐらいのトピックをざっくばらんに話すっていうセッションになりますので、まずこの Azure リモートレンダリングの話について、はい、大体5分ぐらいで話していきたいと思います。これはなんか、はい、誰に、あ、じゃない、カオルさんお願いします。あ、これ僕やります。はい、はい、Azure リモートレンダリングというHoloLensに対応したこう Azure のサービスがありまして、うん、でこれ何かっていうとですね、HoloLensでこう端末の中で描画をするんですけれども、やっぱりまだまだこうコンピューティングリソースっていうのが強くはないということで、Azure のコンピューティングパワーを使って、大容量のデータをですね、クラウドでレンダリングをして、HoloLensにネットワーク経由で持ってくるという仕組みのサービスなんですけれども、これ今までメッシュデータのみの対応だったんですね。でこれがまだ公式に発表はされてないんですけど、マイクロソフトのブログの方で出ていて、天群データに対応した新機能が入るということで、ちょっと今後の話になるとは思うんですけれども、楽しみにしているというところで、で割とですね、天群データ最近よく聞くのかなと、僕の身の回りではよく聞くんですけれども、例えばiPhone にライダーというセンサーがついていて、それで天群データが取れたりとか、あとは 3D スキャンみたいな形で取れたりとか、でこちらでホロストラクションを提供している小柳建設さんが建物だったりとか、あと土木だったりとか、そういった取り組みをされている会社さんで、特に天群との親和性が高いというところでのご提供かなと。で、天群ですね、本当に大容量のデータで数十ギガとか数百ギガのデータなので、そういったものをホロレンズの中で使っていくっていうところで、今後楽しみにしているというトピックでした。はい、ありがとうございます。天群っていうところが新しいポイントって感じですかね。そうですね、はい、メッシュではなく、なんか自分まだ触ったことないですけど、はい、なんか実際触ったことあるよみたいな方とか、なんか話聞いたことある、なんか実際しようかみたいなのって、なんか誰かに聞けるんだろうか。多分使ってる人はまだいないと思いますね。Azure リモートレンダリングの天群は、はい、天群自体の話であれば大丈夫なんですけど、天群データってやっぱどういうところが難しいんですかね。なんか単純に興味なんですけど、天群データは単純にデータが多いですね。あれ、データ多いですか。本当に数ギガから数十ギガ、100ギガ、200ギガぐらいのデータになってくるので、ちょうど昨日、今日もずっと触ってたんですけど、もうストレージもメモリもパンパンになっていて、はい、どうしてくれようかって感じですね。絶対ホロレンズだと無理とは言わないですけど、やっぱりこのデバイスにそのデータ量は結構難しいってことですよね。そうですね。で、特に天群ってメッシュと違ってこう点の集合体なので、
点を間引いて軽くするっていうことは可能なんですけど、こう間引いて軽くすると逆にこう点が粗くなって見えなくなって、素になって見えなくなっちゃうっていうのがあって、結構難しい、取り扱いが難しいっていうデータになりますね。ありがとうございます。はい、他はいかがですか、このセッションに対して。中村さんが先ほどその点群データ扱ってるとおっしゃってたんですけど、具体的に今、うん、Azure リモートレーナリングではできないけれども、今中村さんがどういう点群データでどういうことを取り組まれてるかっていうのを教えていただければ嬉しいです。そうですね、はい、僕が最近やってるのは 3D スキャナーを使って、まあ、いろんな場所をですね、建物だったりとかそういったところをスキャンをして、まあ、取り込むっていうことをやっていますね。はい、でそれもですね、最近だともう本当に1000万円ぐらい の、 なんか業務用のスキャナーとかを使ってやることが多くて、でそういったデータがもう本当に100ギガ200ギガの単位で、出てくるようなものが多いですね。うん、そうだからあれなんですよね、Azure リモートレンダリングってこう2000ポリゴンでいうと2000万ポリゴンまでのスタンダードプランと、あとそれ以上のプレミアムプランっていうのがあって、まあ、大体1億ポリゴンから10億ポリゴンぐらいまでの対応ができるっていう、はい、もともとの話であって、まあ、天群だとやっぱりもう億単位に行くことが多いので、まあ、それがどこまでいけるのかっていうのがものすごい興味ですね。確かにどんぐらいの容量を耐えてくれるのかすごい気になりますね。そうですね、うん。おいくらかかるんやろ、うん、どうなんですかね、プレミアムプランでいうともう1時間で2000円とか3000円とかになってくるので、まあ、そういったところにこ うまくフェイするような使い方を見つけないといけないなっていうのは難しいところかなと思ってます。なんか僕の理解だと多分使う端末数っていうかクライアントの数が増えるほど課金されるのかなっていうイメージ。そうですね、ああそうですよね、はいはいはい、はい。であれなんですよ、Azure リモートレンダリングのクライアントってシェアリングができるんですよね。ほうほうほう。シェアリングって複数の端末ホロレンズで同じモデルを見るっていうことができる、うんうんうん、でそれぞれをこう例えば A さんと B さんがいて、 A さんがこう操作をすると B さんのモデルも動くことができるんですけれども、当然それぞれのリモートレンダリングは別々のサーバーにつながっているので、2人リモートレンダリングをすると2人分のお金がかかるっていうのがあったりもするので、まあやっぱりそういうコストをかけてでも使いたいものとか価値のあるものっていうのを提供していくっていうのは、まあこれから考えなきゃいけないことかなと思ってます。ありがとうございます。はい、ちょっと時間になりましたので、まあ、こんな感じでいろんなトピックを話していければと思います。では続いて Mixery IT ツールキット V3、まあ、MRTK と呼ばれてるやつなんですけども、はい、こちらはどなたが一番いいですかね。てんてんてんこれはもう宮浦さんちょっと宮浦さんからちょっとお聞きしてもいいですか。これなんかどういう感じなんですか、もうざっくりっていうところからですね。はい、そうですね、まあ、まずミックスドリアリティツールキットって、まあ、出どころからの話で言うと、もともとはホロレンズ向けの、ツールキットで開発をされてきた、はいはい、ホロツールキットって昔は言われてたんですけど、まあ、そこからスタートしているものがこうずっと連綿と続いてエンハンスされ続けているっていう形になってます。で当時はホロレンズ対応版っていう形だったのが、うん、ミックスドリアリティのデバイスであるとか、あとまあ VR 機のデバイスとかっていうのがまあいろいろ登場してくるにあたって、まあそれらのデバイスに対してまあクロスプラットフォームで使えるようにっていう改修っていうのがまあずっと続いてきていて、でそれがまあ V2 まで今進んでいるという形ですね。でまあ昨今そのあたりの状況が整ってきたので、新しくまあリニューアルっていう形なんだと思うんですけども、V3 という形で、リリースをするというような形に、なっているようです。はい。オータパニュートスの感じです。はい、ありがとうございます。そうですね。で今 V2 で 2.7 点いくつ ?3 とかですよね。3かな ?3 くらいですね。3だと思います。はい、そうですよね。というところから V3 めっちゃ楽しみですね。ホロレンズエンジニアからすると。ここはでもなんかどういったところが、そもそもどこまで情報が出ているかっていうのもあるんですけども、どういったことが強みになってくるのがやっぱ気になりますね。すね、はい、
やっぱり標準化っていうか、了解標準のサポートって、まあ、下にちょっと色分けして面に書いているんですけども、やっぱりここの了解標準っていうところに合わせてきているっていうのが非常に大きいのかなというところですね。まあ、これ自体はあの Unity ベースのライブラリなので、まあ、Unity を使うっていう話なんですけども、まあ、一応 Unity のバージョンでいうと 2020.3LTS っていう、まあ、一番安定しているバージョンであろう現状のラインをまあ最低ラインに持ってきているっていうところ。で、あとは、これまではやっぱりホロツールキットとかは、やっぱりホロレンズ向けのライブラリとかをまあ使いながら回収していってるところがあったんですけど、まあ、そういうところを、OpenXR であるとか、あと、はいはい、そうですね、そういったところのいわゆる業界標準で作られている、プラットフォームの上に載せるっていう対応の仕方をしてきている。それがやっぱり一番大きいかなと。なので、はい。ホロレンズだけじゃなくて、それこそメタクエストだったりとか、他の VR デバイス、はい、まあ、下手したら、あとはスマホのアプリ、まあ、そういうところも含めて、うん、まあ、トータルで開発ができるライブラリ群になってくるっていう、そこが非常に魅力的かなって思います。はいはいはい、確かに iOS、Android、メタクエストもいけると。で、それを OpenXR に乗っかっているっていうところですね。なるほど。ありがとうございます。あとはなんか UI とかも、正しくないですか、ね、堀尾さんの記事をさっきちらっと V3 まとめてらっしゃったみたいですけど。そうですね、V3 まだ情報公開されているところ非常に少ないとは状況ではあるんですけど、その V3、今この画面に映ってるのが V2 で、はいはい、ホロレンズ2クラシックブルーと呼ばれたり、クラシックブルー、はいはいはい、この青色のメニューなんですけど、はいはいはい、まあ、V3 になってちょっと新しいデザインを採用したよっていう情報があって、このスライドではちょっと画像ないんですけど、マイクロソフトメッシュのホロレンズのプレビューアプリがあるんですけど、はいはいはい、そのアプリと同じこの UI、ちょっと青紫みたいな UI を採用したりっていうところで、はいはいはい、発表されてましたね。新しいデザインになるっていうところ発表されてました。さすがやっぱ皆さんキャッチアップしてます。いや、すごい、僕はもう感心しました。感心しましたっていうか、感動してます。いや、楽しいですね。ありがとうございます。じゃあ一旦このページじゃあ次行きましょうか。お、さあちょっと業界標準の話を深掘った話ですけど、OpenXR が実現予定。そうですね。これはなんか先ほどちょっと話をしていた MRTKV3 の中で、まあ、標準規格に合わせていくための、まあ、土台としてここら辺この辺りをサポートしますよという形に、はいはい、なっているっていうところですね。まあ、Unity であるとか OpenXR、あと XRI っていう、これも Unity のインタラクションツールキットって呼ばれる、まあ、なんだ、デバイスの操作とオブジェクトの動きとかを、まあ、もう少し分かりやすく簡単に実装するための、まあ、ライブラリー群みたいなやつがあるんですけど、まあ、そういうのがあって、まあ、ちゃんとそういうのに準拠した上に、さっき の堀尾さんの話にもあったメッシュみたいな、ああいう使いやすい UX のレイアウティングとか、まあ、そういう機能群を積むっていう、まあ、それによって非常に扱いやすい形っていうのを目指していますよというのが、あったりとかしますね。はい。ありがとうございます。確かにデバイスだと、それこそ移動したりとか、ハンドトラッキングだったり、アイトラッキングみたいな、なんかそう結構いろんなデバイス対応すると大変。的なところをいい感じにやってくれるって理解なんすかね。ちょっと間違ってたら、ちょっと指摘します。いや、おおむねそんな感じです。まあ、もちろん、なんですかね、機種というか、やっぱりデバイスごとに若干違う仕様なところは、入ってるところとかは、まあ、多々あるといえばあるんですよね。例えば、ハンドトラッキングでも、デバイスによってやっぱり取れる関節の数が違うとか、まあ、そういうちょっと微妙な違いっていうところは、まあ、出てくるんですけど、はいはい、まあ、そういうのも含めて、まあ、ある程度の範囲でサポートできる、そういうところを目指しているという感じですね、きっと。はい。ありがとうございます。なんか僕が気になったのは、OpenXR の動きと、なんか僕、XRI ってあんまりちょっと実は追い切れてないところがあって、なんか全体の流れとしては、OpenXR は結構全体盛り上がっていこうみたいな感じですけど、XRI も、まあ、これをなんですかね、統一しようみたいな流れがユニティの中ですか、それともホロレンズや、なんかそこら辺が僕あんまり整理できてなくて。いや、多分どっちかっていうとユニティのライブラリを使いになってる感じですね。で、まあ見てる感じでは、もともと MRTK の V2 も、うん、まあ
どっちかというと独自にこの XRI に近いことをしてたところが結構あったりとかしていて、そのあたりをちゃんとオリジナルであるんじゃなくて、標準的なユニティの手法に合わせていくっていうやり方に変えようっていうのも少し入ってるようですね。はい、結構じゃユニティなんですね。なんかアンリアルエンジンとかもちょっとホロに採用してますけど、一旦はユニティでやっていくっていう話なんですかね。そうっぽいですね。っぽいですねっていう言い方をするとあれかなと思いますね。そうですね。最小要件だとこの条件なんで。なるほど、なるほど。基本的にはユニティ側にも当然ミックストリアリティツールキット for アンリアルっていうのがあって、まあ、アンリアル上でも基本こういう UX 使うようなライブラリが提供はされていて、うん、まあ、そちらはリアル向きにやれるっていうようなものがあるんですけど、基本的にはユニティが先行して、アンリアル側に、その情報をまあ反映させていくっていう流れになってるのかな、なんかそういう感じの雰囲気はで取れる感じなんですけど。ありがとうございます。いや、そうですよね。なんか、OpenXR やっとけば OK みたいな感じになる理想なのかなっていう思いつつ、他でなんかちょっとこのページで気になるトピックがある方いらっしゃいますか？森さんとかどうですか？せっかく振ってみるって感じなんですけど。そうですね、この後のこの辺に関しては詳しくはきっと宮浦さんがですね、来月のホロレンズミートアップで。あ、そうですね、詳しく説明してくれるんだろうなと思って楽しみにしてます。あとあれですね、 V3 のプレビューかなについては去年マイクロソフトの、ユンさんにホロレンズミートアップでと喋ってもらったりしてますので、ぜひぜひホロマジシャンズのイベントページからちょっと過去の、YouTube 動画とかを見ていただけると参考になるかなと思いますね。ありがとうございます。ちょっと後ほど QR コードとかも出るのでぜひ参加しましょう。じゃあこのページはそんな感じでいきたいと思います。すね、ちょっと続いてこう私が作ったページなんですけども、最近 Babylon.js っていう WebGL、Web ブラウザ上の 3D 表現のレンダリングフレームワーク、JavaScript を触ってまして、で5月5日にですね、Babylon.js の5のリリースが公式で発表されましたっていうのが1個。WebXR 側のニュースとしてありますと。では、ちょっと一つだけご紹介しますと、まあ、その中に普通の 3DCG のレンダリングの、もちろんフレームワークだったり実装もあるんですけども、その中で WebXR の実装もありますと。で、ちょっと触ってみたんですけど、まあ、良かったのが、これも標準仕様、WebXR デバイス API になるものに対応してるんで、同じ実装でも HoloLens2 と MetaQuest2、どっちも動くみたいな実装ができるんで、すごい、しかも 2,3 行書いただけで、まあ、この実装ができたんで、すごい、なんか同じ URL 叩いてるのに、ホロレンズもメタクエスト2でも動くってはすごい面白いなっていうふうに感じながらやっておりました。で、この後、あ、どうぞどうぞ。はい、あ、どうぞどうぞ、大丈夫ですよ。一応、この詳細は16時半からの WebXR Tech Talk で、僕含めて他の MVP の方も登壇するので、見てくださいっていうのは伝えたいことでした。はい。あ、カロさんどうぞ。はい。これって本当にあれですか、同じコードからこう同じ URL で来たものが、HoloLens2 と Quest2 で同じように動いてるんですか？いや、そうなんですよ。本当、ブラウザ開いて、この URL をポチって叩くと、まあ、このピアノを弾くっていう体験ができましたね。なんで、これもいわゆるそのデバイスの入力の差もいい感じに吸収してくれてるっていうのがすごい面白いなと思いました。PC でも見れるってことですね。PC でも体験できるっていう感じですね。ブラウザ。PC で見るとどういうふうになるんですか、これ。なんか PC だとなんかマウスでグリグリって寄ってって、クリックするとちょっと高く。へ、なんでハンドトラッキングとはないですね、もちろん。はい、普通のクリックしたらって感じでした。インストールしないで動くってのはいいですよね。うん。うん、そうですね、そこはメリットでありつつ、やっぱり重いデータを扱うの結構難しくなってくるんで、それこそ Azure リモートレンダリング、そうクラウドレンダリングはすごい僕は期待してる技術だなと思っておりますね。ありがとうございます。これ PC の時になんかいわゆるハンドトラッキングできるようなデバイスとかつないでやったらできるんですかね。あ、なんかでもできそうな感じはありましたね。はい、シンプルエミュレーターとかで、はい、できそうな感じはありましたね。
まあ、それに意味があるかって言われたら、まあ、なるかもしれないけど。PCVR みたいな感じですかね。そう、そんな感じですね。うん、はい、じゃあ、すみません、そんな感じで、この後よろしくします。はい、じゃあ、ちょっと一旦一周してから余った時間でもう一回戻りたいと思うんですけども、今までちょっとトピックだったんですけど、今度、面白いイベントやるみたいなことで、ここちょっと僕、まだ全然追い切れてないんですけど、なんかどういったイベントかなんか紹介していただけるかといいますか。カオルさんにちょっと説明してお願いしますか。はい、これ毎年かなやってるイベントで、マイクロソフト本社の方で開催しているイベントで、ミクソリアリティデブデイズと、本当にあのミクソリアリティの技術だけのイベントになっていて、うんうん、最初が2年、3年ぐらい前ですかね、あの現地開催をしていて、あの最初ホロレンズ2が、あのまだ発売前に最初にお披露目された時ですかね。はい、になっていて、で去年、一昨年ぐらいは多分フルリモートでやっていて、でなんか今年はハイブリッドみたいで、現地でもあの行けるような話はあったりします。であとオンラインでも見られるみたいなので、あの、ぜひ登録していただけるといいのかなと思います。で、なんか内容なんですけれども、あのホームページを、まあ、見ていただければと思うんですけれども、その OpenXR とか、あと、MRTK V3 が中心ですかね。あとはステレオキットとか、Unreal Engine 5に関するところ、まあ、さっきあの Unity と Unreal Engine の話もありましたけれども、まあ、そういった話とか、まあ、あとはあのさっきの Azure Remote Rendering とか、まあ、そういったところも含めて開発技術に関するところのセッションが多いみたいですね。うん、はい。ありがとうございます。かなりじゃあ先端的な開発情報が結構出てくるイメージ。そうですね。ちょっと楽しみですね。うん。なんか Unreal Engine 5とかってどういう話が出てくるんですかね。うん、僕はめっちゃ気になってます。うん、自分はアンリアル触って、そうか、普段アンリアルなんですよね。最近アンリアル触ってて、うん、で、ホロレンズの MRTK も今 4.27 までしかちょっと出ていない状況で、5だとビルドはできるんですけど、なんかその UX の提供とかは結構まだ実装難しいところなんで、はい、ただ結構業界的なアンリアル5本当に注目されてる。で結構実際レンダリングとかは綺麗なので、すごいちょっと楽しみだなと思ってますね。うん、ありがとうございます。あのコメントにリンクを貼っていただきます。はい。じゃあちょっと自分コメント読めないので、ね、コメントあればぜひ拾っていただけると嬉しいです。はい、ここに関しては、そうですね。まあコメント最後でいいですかね。そうですね。じゃあ一旦ちょっとこちらイベントお願いしますという形で、はい、軽くコミュニティイベントを紹介して、ちょっと最後コメントタイムで。あの終えたいと思います。じゃあこちらは森さんからで最後いいですかね。はいはい。来月6月23日木曜日の、まあ、夜ですね。東京ホロレンズミートアップボリューム30回です。すごいですね。30が、開催されます。で、もうあのイベントページオープンしてますので、ぜひこの、QR コードを読み取っていただきまして、参加してもらえればなと思ってます。でメインセッションまあ、今回のこの、まあ、ビルドだったり、MR Dev Days の、まあ、ちょっとリキャップにしてはちょっと時間は空きますけれども、まあ、そういったネタも拾いつつですね、なんか楽しい場にできればなと思ってますので、はい、ぜひぜひ参加してみてください。ありがとうございます。こちら堀尾さんと私が司会を担当しますので、そこも楽しみところで、堀尾さんからも何かもしよかったら見どころなど、あといつもこんな感じなんですよみたいなのがあれば。そうですね、やっぱり見どころはその MR Dev Days って基本的には英語のセッションだったんですけど、はいはい、まあ、ここにいらっしゃる宮浦さんとか、まあ、その他の MVP 活動されている方々とかがその翻訳して自分なりに試した結果を発表してくれるんじゃないかなと勝手に期待、勝手に期待するだけなんですけど、ハードル上げてきた、ハードル上げるだけ上げとくんですけど、まあ、そういう感じで、あの、そういう日本語でのその試した情報っていうのが、まあ、出始める MRTK V3 とか Unreal とか Unity とか、あとはまあムービングプラットフォームとか、さまざまな情報が出てくるんじゃないかなというふうに期待はしています。すみません、ちょっとあのハードル上げたとこ申し訳ないですけど、堀尾さんにもう一個セッションをお願いしようかなと思ってたんですけど。はい、頑張ります。はい、自分で上げて、自分であの苦しくなって、大丈夫ですけど、はい、頑張ります。わかりました。じゃあ、日本の最先端が結構集まってるかもってことで、ありがとうございます。でここ宮浦さんですかね、XR ミーティングをぜひご紹介お願いします。はい、はい、これはあの大阪で、まあ、私が活動している大阪駆動開発というコミュニティでやっている、まあ、XR 系の人、興味がある人
と緩くつながるっていうのを目的に開催しているイベントで、もともと大阪でやってたやつなんですけど、もう今はなんか全国 の, あのちょっとあの地方のコミュニティとかつないで、あの日々あの面白いというか、あの新しく作ったこととか、なんか興味あることとかをこう情報交換するような、なんかちょっと緩い雑談をしながら何か発表したりっていうような会を、大体毎月第3水曜日の夜に開催とかしています。こちらの方もちょっとゆるくあのいろんな人 と,、ちょっと会話をしてみたいとか、XRK で何か話してみたいっていうのがありましたら、ぜひあの参加を一度していただけるといいのかなと思います。はい。ありがとうございます。いや、大事ですね。これって大阪でやってる感じですか、それとオンラインでもやってるんですか、どういう。今はオンラインです。あ、じゃあ結構大阪に限定せず参加できる。そうですね。はい。昔は大阪でやってたんですけど、やっぱり途中からオンラインに切り替えてからはもう、あの北は北海道からあの福岡とか、なんか結構全国に散らばったあのコミュニティの人たちとつながってる感じなので、いろいろな地方でやってる面白いこととかも、時々聞けたりとか、なるほど、そんな感じでやったりします。ありがとうございます。いや、盛り上がっていいですね。ありがとうございます。ではですね、今57分であと3分ぐらいなんですけども、余った時間でコメントなどを読んでいければと思うんですけど、ちょっとカオルさんにコメントもしあれば、ちょっとこのスライドでちょっと話しましょうみたいな。お願いします。自分がちょっとMR Dev Days でさっきあの Azure リモートレンダリングだけで、はいはい、あとなんか忘れてたなと思ったら、そうですね、ムービングプラットフォームモードの話と、あとあのサーマル API の話ですね。はい。で、ムービングプラットフォームモードが、あの、HoloLens にまあ限らずなんですけれども、あの手のデバイスって、こう、移動体で使いづらい、使えないっていうのがあったんですけれども、あそこの移動体の中でも、あのホロレンズが使えるっていうモードがあって、もともとは船舶とかそういう船遅いものだったんですけれども、なんか試してみると車の中でやっても使えたりとか結構よくできてるものなので、なんかあのそのセッションもあったりしてて面白そうだなっていうのと、あとあのサーマル API っていうのが、あのホロレンズ結構あの温度要件がまだまだあの28度ぐらいだったかな、だったりもするので、例えばあの夏使うとかっていうのはなかなか厳しいんですけれども、例えばそういう API 経由で今 の, あの温度条件だったりとか、あとあの温度が上がってきたときに少しあのコンピューターの性能を下げるとかっていうのが可能になるみたいで、そういったセッションもあるので、何ですかね、あの今までとはまたちょっと違ったような運用の仕方も含めて考えられるのかなと思ってます。はい、ありがとうございます。確かにハードウェアならではのAPI はあるってところですね。いや、そうです。ありがとうございます。いや、僕知らなかったんで、めっちゃ勉強になりました。ありがとうございます。他に、あと今、1分半なんですけど、他にコメントあったら拾っていただけると嬉しいです。なさそう。コメントがあるかすらちょっと分かってないで。MR Dev Days、現地でも解散するんですね。行きたいっていう方がいらっしゃいますけど。そうですね、これ、インパーソンっていうのは、オフラインでもやるって感じなんで、そうですね。はい、現地で。マイクロソフトの。キャンパスでやるんですかね。はい。場所によってはあれですよね。はいはい、オフラインのみみたいな、現地のみみたいな。はいはいはい。そうですね。なんかあのうまく後から公開してくれたら嬉しいななんて思ったりしてるんですけど、現状その辺は、現地のみになるのかもしれないですね。ちょっとその辺はなので、ぜひ気になる人は現地に行っていただいて。現地って日本じゃないんですよね。わかるんですけど。そうですね。マイクロソフトだとシアトル。本社だと思います。いやー、なるほど。ぜひシアトル行く方は行きましょうって感じですかね。ありがとうございます。あとだいたい40秒ぐらいですけど、じゃあ最後一言ずつではちょっと時間足りないですけど、じゃあ喋っていただいた宮浦さんから、もし宮浦さんとカロさんにちょっと振りたいと思います。はい、ありがとうございました。ちょっと、勝手足でお話しした感じにはなってるんですけども、はい、あの後々、やるイベントとかの中でもう少し詳細な話とかもどんどんしていこうとは思っていますので、はい、これからも、はい、いろいろと、こういう技術とかを楽しんでいただければいいのかなと思います。おはようございます。ちょっとあと10秒で腕振って解散しようと思います。すいません、皆さんありがとうございました。ありがとうございました。ホロレンズミートアップお願いします。お願いします。ご視聴ありがとうございました。ありがとうございました。ちょっと終わりが分かんないんで振り続けましょう。